皆さんこんにちは。聞くはサロンパス、ピアノ担当の小笠原幸子です。トロンボン担当の岩谷の隆起です。さて今日は幸子さん、はい、どんなことをやるんでしたっけ？なんか前回がたくまくんと、はいはい、なんかたくまくんにいろいろ質問してたよね。そうですね、うん、でそれをなんかラジオ形式でやろうと、はい、でそれにのっとって、今回は、僕らがラジオ形式でやろうということになったんですけれども、はい、今回僕の方から幸子にちょっと質問したいと、はい、いうことですよ、はい、で幸子のね、あれは何、ダンスカンパニー時代からあそこら辺は知ってるんだけど知らない箇所もいっぱいあるわけよ。そうです ね、うんうん、でその知らない箇所を聞きたいんだけども、はいはい、ちょっと多分ね俺が突っ込むにはね知らなすぎてつまらない、うんうん、ということでゲストをお呼びしております。はい、ゲストの方どうぞ自己紹介をして。はい、幸子さんの高校時代の同級生で親友と私は思っております中村美樹と申します。いいねいいね。同級生が出ちゃうけどいいよね。どうですか先生、田島さん。いやもうすごい、もうなんかねどんどん外堀から埋められてる感じ。なんかラジオやるって言って最初私がいや岩垂さんに聞きたいことが思い浮かばないんですよねって言ったら、いやじゃあ俺が聞くよって、そうだってゲスト呼ぼうって、でもなんか3分も経たないうちによしゲスト呼んだってえみたいな。早い、はい、すんげー面白い。あっという間に外堀から ねどんだけなんか嫌な質問が飛んでくるのかなと思いますけど、いいと思います、素晴らしいと思います。という感じでよろしくお願いしますね。はい、はい、さて、幸子さん、はい、あなたは、はい、まあ、いつ頃からピアノをやりだしたんだっけ。あ、ピアノ自体は幼稚園生ですかね、うん、幼稚園生からやった、あの、年中さんってやつですね。年中さんから5歳ぐらいから5歳、4歳だと思う。4歳ぐらいから、はい、それからずっと意外と弾いてた。1年だけ弾かなかった時期がなんかあったけど、まあでもほぼ40何年弾いてますね。あ、はい、そうなんですか、はい、で、まあそうやってポポポポってもうすっ飛ばします、バン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 って、はいはい、すっ飛ばして高校時代に行きました。はいはいはい、はいはい、高校時代の幸子さんってどんな感じなんですかね、みきちゃん。まずあの外見がショートカットだったんです。あ、ショートカットだったの。そうだからこうボーイッシュな感じで、うんうん、ちょっと今とは雰囲気が違う。あ、違うん、はい、そうね、そうね、うん、今ね、うん、アルバム持ってきたけどね、うん、改めてまあまあ、どんな感じなの、どんな感じ。もう、ま、耳の上ぐらいまでバッサリ切ってましたから、うん、もうずっと短かったですね。なんか高校時代モテたっていうね、女生徒からモテたっていう噂をね俺は聞いたんだけども。誰から聞くんですか。だと思います、だと思います、はい。何をしてモテたの。いや何もしてない。あー、あれですよね、演劇でもしたの。そうそう演劇部ね、うん、そうそう、私たち、あ、まあ、私とみきちゃんは当時英語劇部っていう、はい、あの部活動をやってまして入ってまして、はい、でまあ主に外国のミュージカルをやってたんでね、うんうん、はい、うん、で屋根の上のバイオリン弾きとか、うん、ウエストサイドストーリーとかああいったやつをやってましたと、うん、でまあ女子校だったんですね私たち、うん、なので当然男がいないわけですよ。あ、女子校ね、うん、そうそうそう、なのでじゃあ男の役をやらねばならぬという人が出てくるわけですよね、うん、と、まあ、髪の毛は短い身長は高いってなると、うん、どうしても私なんかがこうそういうのに当てがわれるというか、まあ、自ら志願したんですけど、うん、まあ、やってみたいなと思って面白そうだなと思ってやってたっていうのはありますね。みちゃん何したの。私割と女の子役が多い。女の子役、はい、やったっけ。ね、やったことないないよね。え、でもやってみたかった。あ、ほんと。みちゃんも背が高いからやれないことはないと思うけどね。だけど、ね、もっとかっこよかったです。あ、かっこよかった。さんがどういうこと。なんかこうあの簡単にイメージしてもらうと分かりやすいのは、うん、宝塚歌劇団みたいな感じでちょっと彫りの深いメイクをするんですよ、うん、だからこう、うん、鼻筋白く通して、うんうん、ああいう
バッチリメイクみたいな感じで、うん、で髪の毛もこう金髪みたいに染めたりとかして、うん、まあ宝塚ですよ、うん、あれで何をやってたの部活動ですよ、そう部活動、部活動よく分かんない部活動だね、歴史としたもう歴史あるしね、あの部活動そうそうそう、未だに続いてんだよ、うん、そう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 、誰かの お嬢さんかなんか同級生のお嬢さんが、うん、その母校に入学したらまだやってた、まだやってたんだ、うん、今ツイッターとかもあるもん、あそうなんだ、EDS 関西女子高校 EDS、まあ、すごいね、まだやってるな、うん、そうやって高校時代を過ごしてきたと、はい、そうはい、なんか高校時代のなんか面白ネタとかある、え面白ネタ、面白いね、幸子の面白ネタ、あのあれで私プリン、あなんだっけプリン、あのねルーパンじゃないの、あルーパンもあるけどルーパン面白い、埼玉の店ルーパン、うん、あよく知ってますね、知ってる知ってる、岩永は埼玉のちょっとゆかりがあるもん、うん、あルーパン、そうそう、あの部活動のね、あの住人じゃねえよ、はい、いや、はい、プリンはあるんだ、プリンは何だ、ねプリン、ちょっと狭山市というところが埼玉県にあるんですけど、はい、私通学にその狭山市駅から電車に乗ることがあったんですよ、はい、でその駅にプリンパンっていうパンが、うん、販売されてて、ちょっと名物商品というか、なんかあったね、覚えてる、まあ、西武線の人じゃないとわかんないんですけど、うんうんうん、買ってきてとか頼んだような地域限定の話題になりましたよ、皆さんついてきてね、はい、いやプリンパンを買ってって、うん、で高校生だからさ160円ぐらいのパンなんだけど、うんうんうん、とっても高いわけよ、うんうん、思い切って買って、うんうん、今日プリンパンだお昼食べようって持ってったのに、うん、お昼でこう部活動で10人ぐらいで集まってる中で、うん、私がそのプリンパンをバンって落としちゃったね、うんでプリンだからほらぐちゃぐちゃになっちゃ う、で友達がはーって誰とは言わないけど、うんうん、とある子が大丈夫トンボちゃん3秒ルールだよって言って3秒ルールっていうのは、うん、落としても3秒以内だから綺麗だから食べても大丈夫みたいなルール、ね、うん、正解正解だよ、うん、でどうしたんだろうね、でも食べたんだろうねきっとね、覚えてない、覚えてない、わかんない、その時ミキちゃんいた、いた、わかんない、でもよくみんなでお昼集まって食べてなかった、あれ夏休みだったのかな、あ夏休みだったらみんなで来たね、なんかそういう時期があったじゃない、そう、わからん、そうか、へーと、ルーパンはルーパン覚えてる、ルーパン覚えてる、ルーパン、ルーパン何ですか、説明してくださいよ、ルーパン、安くて美味しいルーパンですよね、そうです、そうです、うん、埼玉ではこう各地にある喫茶店、うん、カフェ、私行ったことない、ね、行ったないの、うん、私もでも1回ぐらいしかないんで、信じられない、俺何回も行ってるよ東武線のあれなんじゃないなのかな、うん、そうそう、でそのルーパンで、うん、なんか集まろうじゃないけどなんかそういう話があったんだっけ、うん、まあみんながルーパンについて語ってたのに、ルーパンいいよね、あ、そうかそうか、あの猫だよね、うんうんうん、あみんなどうなの、私好きとか言って散々喋ってて、で喋り尽くして、ああ話題も尽きたねってところで、うん、私がえつまりそれってどういうパンって聞いたから、みんながずっこけたっていう話パンじゃないよってお店の名前なんだけど、それがこうさっきから理解してなかった、うん、パンだどうじゃ、うん、パンの話をしてると思う、はい、メロンパンとかアンパンとか、パンつながりありがとうございましたパンパン、はい聞きたいことが、はい、俺から聞きたいことがあります、あ、はい、女子校って何してるの何してるって、学校生活です、うん、そう、女子校どうなん、俺男子校もね、俺嫌なんだけど、嫌っていうのも変だけど、うん、男子校とか行きたくないじゃん、うん、あんまりいいとこじゃないと思いますよ、で女子校はどうなの、私は娘がいたら進めないな、本当、うん、私は女子校の良さはいいところ、いいところ、いいところ、うん、ある、なんだろう、分かる、あでも私たちが行ってた高校は、うん、割とこう自由な感じというか、県立高校で、埼玉県ってちょっと他の県の方に合わせると変わってるって言われちゃうんですけど、うんうん、県立高校の女子校と男子校があって、うん、でそのやっぱ私立だともうちょっと厳しい感じなイメージが私はあるんですけど、うんうん、私が言ってたところはわりかしこう個性が幅広い方が集まった高校だったかなと思った、女子校でいいとこって言われると英語研究部ができるかもしれないそうそう、ね、自分でね男役やってても、うんうん、
誰も文句言わない。男になれるっていうのはいい、ね、そうですね。そうかな、そうですねそうかな。うん、私はちょっと苦手だったんですよね、女子校ね。あ、うん、だから行って失敗したなと。あ、本当、うん、私も割と群れるのが苦手だから、うんうん、積極的には馴染んでなかったかもしれない、うんうん、多分その辺がこう近かったから、うんうん、割とこう当時はなんだろう、つながるところが強かったのかねあ、ちょっとそうね、あの部活の中で十何人いた中で唯一こう途中で抜けた2人なんでね、うん、そうなんだ、うん、にきちゃんは、まあ、多分燃え尽きちゃったのかな、わかんないけど主役をやってね、大役やってたんですよ、疲れちゃって。そうそうそう、2年生の途中で辞めたんだよ ね、 じゃあ私はみきちゃんが頑張って主役張ってる時に、私シンセサイザーとなんだっけ、シーケンサー買ってなんか音楽勉強するから部活休みますとか言って、あ、そうだろう、あの時期にだから買って音楽そっちの打ち込みを打ち込みとかやりだしたんだ、やり始めちゃった。はで、ただ裏でね、みんなの音楽作ったりしてたね、うん、そうそう、あの劇を、うん、オーケストラを作ったりとか、この頃から音楽作ってたりとかしたの。あ、そうですそうです。あ、それをするために買ったっていうのもあって、うん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 、そうだよね、だから編曲してくれたりとか、うん、そうそうそう、伴奏なんていうの、そういうの、そう、でも劇版っていうか、まあ、例えばそのウエストサイドストーリーをやりたいですって言って、うん、でも音源探すと歌入っちゃってるじゃないですか、ね、CD には。だからそれ使えないわけですよ、うん、私たちが歌わなきゃいけないから、うん、で歌ない伴奏が欲しいって思うんだけど、うん、売ってないわけですね、世の中に、ね、うん、だから私が作るっていう、うん、そういう仕組みでやってたっていう。すごいね、高校時代からやってたんだね。そう、だから当時からきっと音楽のそういう才能というかは、うん、すごかったんだ。すごかった、うん、まずね、女子高生がそのシーケンサーを買いに来るっていうのが、あの当時新所沢駅のパルコの、あの何楽器だっけ、あそこ山の楽器違うか、違う違う、なんとか楽器さんがすごいびっくりしてて、うん、星の楽器、山の楽器さんか、分かんない、え、うん、みたいな、え、君女の子だよねみたいな、え、これ買うのあ、はい、まあ、やってみたいんですけどって言ったら、でもちょっとよくわかんないんですよ、ミディとかとか、ああ、だからインとアウトをつなげてねとか言ってお兄さんに教えて、うん、分かったってやってみますとか言って家で。そうだね、そういう時代だよね、だ MC50 ですもんね、うん、パソコンなかった、パソコンで音楽やってない、あったけど MC50 のがなんか有名だったよね、うん、最初ヨードさんと会った時もあれでやり取りしてもらって、うん、確かに、まあ、そういう時代。ちょっとごめんね、機材の話だから分かんないと思うけど、はい、うん、ローランドのね MC50 っていうね、シーケンサーみたいな、なんかよく分かんない箱があって、それで曲を作ってたりとかしたんだ、うん、っていうこと。ほうですね、だから女子校だから何って言われると私はあんまりないけどなって、うん、まあでもきっとね、うん、それなりにこうやって男の子の目を気にせないで伸び伸びうん、やってたんじゃないですかね、うん、変に色づくこともなかったしね、うんうんうん、すごいあれだよね、こう弾けるときは弾ける、真面目なときは真面目みたいなのがメリハリがある学校だったような気は。そうだね、体育祭とかもすごかったもんね、うん、学ラン来た女の子たちが応援団やってねとか、そう、なんかでも、あの一応進学校というか、うんうんうん、そうだね、まあ、有名な学校だもんね、お勉強の時は皆さんそうだっけ、私はそんなあの優秀な方ではなかったのであれですがはいはい、まあ、まあ高校時代育ってのびのび育ったあの幸子さんとみきちゃん、はいはい、でそれからあの幸子とは、どこだっけ、専門学校、あ、いや私大学だっけ、工学院っていう、工学院に行ってでそれから工学院卒業してから俺に会ったの。そうです、ね、うん、卒業して最初の3ヶ月以内に会ってますね、うんうん、偶然ですけどね、偶然会って、はい、でなんかいろいろこう一緒にミュージカルの音楽とかやって、はい、でまあパパパパってなんかそれがなくなって、うん、幸子はどっかに行ってどっかに、そういろいろあって、まあ、いろんなところ行って、いろいろあったんだけど、うん、博多に行っちゃったから、ね、物理的にも結構ね会えなくなってたし、ね、はいはい、まあ岩内さんにはもう明太子を送らされたっていうのしか覚えてない明太食べたいとか言われて、はみたいな
そうですか。当たったら明太子よね、はい、いやそうだけどさそうだけどさ、人が博多にいたからってそれですかみたいな。いややっぱそんな感じでしょ、うん、でまあね、そこはもう過ぎてで久しぶりに会ってで、うん、なんかいきなり、はいはい、その頃には函館でライブをしてたんだよね。ああピアノ、そうですね、もうボーンと飛ぶけど、そうですね、そうです、いきなり函館でね、なんかピアノを弾いてると、うん、ジャズを弾いてると、うん、で最初の頃がよく分かんないんだけど、最初から見てた、はい見てました。だいたいだいたいミキちゃんに呼ばれたんだっけ。そうなのかね、そうですよ、やっぱりあでもそれも部活動つながりだからね。まあそうだ ね、 そうね、いやまあまあ彼女と私が30代の時に、うん、ちょっと彼女は事情があって函館来たのね、北海道の函館に来た、うんね、函館です、私は博多ね、はい、もうそれこそ南九州ですよ、九州ですよ、はい、で離れ離れだったんだけど、ちょっといろいろあって彼女がメソメソしてた時期があったんですよ、うん、ちょっと落ち込んじゃって、うん、で電話で聞いてたけど、いやこれはラチが開かないって言って会いに行くかって言ってなぜか熊本にいた友達も誘って、よし博多に、博多じゃないや、あの函館に行くぞ、うん、6月末だって言って羽田集合なって言って、友達をよくわかんないことやってるね入れて函館に行ったのね、うん、まあそれが最初のまあなんだろうね、きっかけっていうかね、函館に来ることになっちゃったきっかけはそうだね。そうそう、でも行ったら楽しかったからね、うんうん、まあ、小田切さんにそこで会わせてもらったりとか、小田切さんってあのパーカッションね、パーカッションの小田切洋一さんですね、そういう楽しいことがあって、でその後に私当時バンドやってたんですけど、うん、そのバンドの CD をみきちゃんがたまたま持って帰って、はい、そう、もしかしたら FM イルカとかでかけられないかなって言ってFM イルカっていうのはね、函館の FM 曲、 FM 曲、うん、それで持ってったから、あのそうそう、それが、まあ、偶然ね、音楽好きな地元の有名な方に行き渡り、うん、はい、行き渡り渡しちゃったんだよね、私がねだったと思いますよ、うん、その CD をこういう親友がこういうのやってるんですけど、うん、FM イルカに知り合いがもしいらっしゃったら、うん、流せませんかねって言ったらトントン拍子に行ってしまったんです、行っちゃったんだ、うん、でまあそれもあってまた来ることになり、そう、でも流したんだから来なよな、まあね、このいやライブをやりなって言われたの、函館で、そっか、そうそう、で行きたかったんだけど、ちょっとメンバーでね、あの飛行機乗れない子がいたんですよ、うん、それでちょっと無理だねってなって、うん、行けなかったんですけど、まあ私ちょっと別件っていうか、まああのいろいろありまして、またその方にお会いしてお話を伺わなきゃいけない、うん、まあ、状況があって、うん、会った時に私ポロッと、いやでも私本当はバンドよりジャズがやりたいんですって話をしたんですね、うん、そしたらやればいいじゃない、やればいいじゃんさすが函館って何でも肯定する函館ってでそこで勝美さんとあの横田さんを紹介してもらって、もうベーシストとドラマーを紹介してあげるから今度来た時にライブをやったらどうですかで全部それもすごい話だよね、うん、まあそういうお膳立てまでされ、その頃ジャズやってたの、あやってましたよ、やってましたか、やってましたか、そうでちゃか、はい、やってはいました、あの一応多分最初からやってるのはだから29歳ぐらいの時にはすでにちょっとは始めてたんですね、うんうんうん、ただほとんどやってなかったっていうか、うん、ライブとかはやってない、いやいやそんなレベルじゃん、全然コードの読み方から勉強してるみたいな、うん、最初は C7 ってみたいな、でそれが C7 分かんないよな、うん、いいで説明しなくて大丈夫、まあまあそういうコードの勉強がほとんど最初はだからそれでしたね、うん、そのコードをピアノで弾くにはどう和音を作るかっていう、はいはいはい、それを24音スケールで全てやりなさいっていうのがあって、まあ、そういうのを習得している時期でしたね、うんうん、で呼ばれて、まあ、やって演奏して、そうですね、うん、まあそうそう、それが何回も続いてみたいな感じになったんだよねまあなんとなくせっかくこうご縁ができたので、うん、続けてみようと思ったんですよ、うん、で
すごい怖かったけど、やっぱり宗円さんっていう函館で有名なジャズ喫茶さんにのも叩き、それでやらせていただけないですかっていうことで、やらせていただけないですか、ダメ頼んだの。いや頼みますよ、それはだっていや呼ばれるわけじゃないですから。あ、そうなんだ、私レベルだ、はいはい、まあでそれで、いやみんなチャレンジャーでいいね。私は全く音楽のその辺は分かってなくて、でただせっかく来るんだから、私が知ってる範囲でこう仲良くなれそうな方をどんどん紹介したんですよ、うん、小田切さんとか、うん、ね、あの筒のマスターとか。ああそうね、でだんだんなんかどんどん自分から行くようになったんだ。なんでそうなっちゃったかって分かんないけどね。でも、うん、まあライブがあるから行かなきゃいけない。でも、うん、行ったらまた次も企画がされたりしてもらったりで、うん、なんかまあね、で幸子がまた来てねって言ってくれる、やっぱ地元の方のね、やっぱりその温かい気持ちみたいなのが、うん、やっぱり嬉しくて大事にしないといけないなと思って、うんうんうん、まあ、とにかく地元の方を大事に、地元のミュージシャンにこう入れてもらうっていう形をとって、うんうんうん、まあ、セッションみたいのを何度かやってたっていう感じですかね。そうなんだね、はい、頑張ったんだね。頑張ったっていうか別に頑張ってはないね。いやでも頑張ったでしょ。だってね、面識がそんなあるところでもなく、そうだね、ただ一応私はいたけどぐらいな、うん、そうでしょ、みきちゃんだけでしょ知ってるの、うん、ね、遠い函館で、そうで私もそんなに知り合いが多いわけではないから、もともとだってね、埼玉っていうかね、こっちの東京の方にいたわけだから、そうね、ね、よく2人とも回避チャレンジャーだよね。そういうとこに似てるのかな、うん、多分女子高精神っていうやつかね。いや違うね、はい、違います。私以外はみんなあれよね、割と家庭の主婦に収まって子供がいるタイプのお母さんになっちゃった子が、中学生ぐらいのお子さんがいるとかが多いので、うん、私たちは異端児ですね。異端児、はい、はい、そう思います、まあ、異端児だからこそ未だに繋がってるって感じだよね。かもね。そうね、そうね、はい、そうね、うん、そうか、いろいろ謎がちょっと解けた気がする。え、解けました？うん、はあ、何をしてたのかなと思って。いや、まあ、別にそんな何も特に函館がね、うん、うん、俺も連れてかれたから、まあ、そうですよね、そうそうそう、多分それもあの函館こういうライブみたいな、うん、そのやってる場所があるというか、そういう、うん、いや、もともとね、あの、あれはね、小田切さんが幸子さんと僕で5日間のツアーをやりましょうっていう、そう、弾丸ツアーを組んだんだよね、うん、まあ、ちょっとそういうご紹介をいただいて、うん、なんていうかな、お誘いを受けてて、まあ、それを決まってたんですよ、日程とかで、その前にだから、まあ、これはもう動画の1話を見てもらうしかないんだけど、うん、そう、1話、岩谷さんがやってたコンサートでトロモン吹いてて、それでたまたまロビーで会ったら、なんか函館に追いに行くんだとかなんとかって言うから、あ、来たいんだな函館にと思って、じゃあゲストで来ますかって言って、まあ、そういう感じで話をして、いや行ってみたけどどうしようかなと思ったけど、まあまあ、じゃあその5日間のツアーのどこか1日でも来てもらえばいいのかなぐらいに、まあ、考えて、でいろいろスケジューリングなりしたら、いや日程全部大丈夫っていうから、じゃあもういいや、めんどくさいから5日間送り迎えも大変だしと思って、来ちゃえばいいじゃんと思って最初から最後まで渡辺さんも言ってても、うん、大変だったけどね。そうです、まあ、ね、よくやりましたよ、うん、いきなりついて、ね、やったこともないジャズやらされるって結構過酷 な、そう、何もよくわからない状態から入って、とりあえずステージって言われて無茶ぶり、そう、なんだかわかんないんだけど、で一回ステージ終わって、終わった時にで何をやりたいのとかね、これどういうことをやるの、お話をせずに、全く何もせずに、いやでライブまで何も聞いてこないから、ウオドルさん、あ、不安ないんだなと思って、じゃあある程度いきなりライブやるとは思ってなかった。そうです、うん、まあ、1日ぐらい観光してからとか、あ、説明が来るのかなと思ってたんだけど、いやちゃんと現地で説明っていう、いやなんか旅のしおりを作れとか言われたから、ちゃんと日程全部あの書いて、うんうん、ね、あの全部説明は要は渡してるんだけど、理解してくれてなかったの、ね、全然理解した、もうでも、うん、あの日は函館空港着いた瞬間、俺は遊びに行くつもりだったよね。本番何ステージもありましたよね。1回ぐらいね演奏してもいいかもしれないけどね、
あとは全部遊んでね。あ、そう、美味しいもの食べて、ね、美味しいもの食べて、温泉入って、そうそう、温泉入って花火見てとか、夜景見てとか、夜景見てとか、そうそうやりたかったんだけどね。まあいいじゃないですか、ちゃんと見れたじゃないですか。花火は見た。あ、夜景も見た。見た。で、温泉は入ってないけど、足湯使って、うんうんうん、あの湯の川だけ、うんうんうん、使って植物園に行って植物園猿を見てみたいな。猿を見て、私たちは疲れてないけど温泉使ってる猿は見て、まあ、とにかくね、食事が大変だっただけですね。本当に。あとね、歩き回った。あ、そうですね、だろうなとは思います。タクシー乗らないから。いや、そんなことはないですよ。さすがにまずい、これは無理だなってやつを使ったけど、だって遠いもんね、横山さんのところとか、ね、ああまあね、とか、まあ、夜景もね、夜なかなかね、あそこなんだっけ、交通規制があんだっけ、一般車両が入れないとかなんかなかったっけ、うん、そういう理由だっけ。10時以降じゃないと入れない。夜景は当たり前じゃん、あんなとこ歩いていけないよ、あなた。いやいや、そうだけど、そうそう、そうなんだけど、まあ友達に頼むことも多分できないな、うん、みたいな状況だったような気がする。あ、そうか、うん、だってあれ行って帰ってくるだけでタクシー代5000円5000かかってるんですかね。あ、そう、うん、そう、まあ、結構な大変な感じでしたよ、ね。まあ、遠いところだね。そうですね、うん、いやでもあの時すごい、またなんていうのかな、花火も私初めて見たんで、あの花火大会、うん、だからそれはそれでとっても良かったけどね、うん、縦の花火ね、うん、まあ、ね、この函館もありので、そこでやってだからこそ、こうやってサロンとパースに繋がってったという感じだもんね。うん、そうですね、結局ね、まあ、ある無茶ぶりしたのはね、そう、やりなさいと、あのきつく言われて。どんなこと言ってないですか。あ、ね、そうそう、せっかくやったんだからね。話に都合すんだからそう。もうちょっと頑張りなさいって、あの上から目線って言われて。言ってないでしょ。で、わかりました。じゃあよろしくお願いしますとね。お疲れ様。言われてないし。とやってったわけですよ、うん、まあ、ただそれ その根拠として、私もその函館で年1回のライブっていうのを目標に頑張っていて、まあ会社員やりながらでしたけど、その1回のライブででも毎回ちょっとずつ腕を上げ、やっぱりそれがあることによって勉強するし、緊張もするから勉強するし、でそれで6年ぐらいでやっぱりプロになれるかもしれないみたいなこうものを掴んだから、うんうん、あ、じゃあ岩垂さんも年1回でもやったら多分、まあ、ゆっくりやればかなりジャズの上から目線だよな。なんで上からっていうか、いや多分ジャズの何かを掴む、だから作曲家として新しいまた境地とか開くことになったりとか、他の作曲家さんないその個性が出たりとかっていう多分メリットがあるんじゃないかなと内心は思ってて、だったらどうですかっていう話をした。その理由はいちいち言わなかったけど、年1回ぐらいやったらやれやれって言われたの、やれって言ってやれよ、やったらやれよおめえ。どんな指定ですか、それ、ね、まあ、いろいろとちょっとあの不明なところがいろいろ分かりましてありがとうございます。不明ですか。そう、せっかくね、あの CD とかね、はい、多分こういう CD が好きだっていうね、あの前回のインタビューではね、うん、あのどんな CD が好きですかとかね、そういうのがあったんだけど、うん、そんなこと興味ないから俺、ね、あ、そう。うん、ないない、全然ない、全然ない。そうですか、うん、それはあの一人語りとパパ喋ってください、うん、はい、うん、そう、もう十分ですよ、これだけ聞ければ。これ視聴者にどれだけこうニーズがあるのか私心配ですけどね。いや大丈夫です、大丈夫です。そうですか、うん、今回みきちゃんっていうね素晴らしいゲストがいるですね。いやいや、私は役に立ってませんけど。役に立ってますよ、十分役に立ってます。よかったです、うん、幸子がほぐれてるだけでもね、みきちゃんがいる理由がちゃんとありますから。よかったです。今日はですね、あの岩垂さんが、質問インタビュアーとなる形式でお届けさせていただきました、はい、サロンパスラジオです、はいはい、というわけで今日の、まあ、ゲストといいますか、今日の出演者はまずはトロンボーンの岩垂紀之さん、はい、岩垂紀之です、はい、それから幸子の同級生、ごめんね、読みます。
高校時代の、同級生の中村美希ちゃんです。はい、はい、そしてインタビューに答えなくてはいけなかったのは小笠原幸子ピアノの人でした。はい、はい、次回はですね、たくまくんが岩垂さんに何でもかんでも聞いちゃうぞっていう、そういう回になると聞いてますので、はい、こんなこと聞いてほしいなっていうことがあるリスナーさんはぜひサロンパスまでメールをください。はい、ではね、また来月会いましょう。はい、バイバーイ、はい、バイバーイ、ありがとうございました。